どうも、かげまるで,です。コナンルーム、実況プレイ。今日はやっていきたいと思います、えー。こちらのゲーム、ジャムポイドさんという方が制作したフリーゲームでして、えー、ジャンルは脱出アドベンチャーゲームか。脱出探索アドベンチャーゲームとなっております。す、ま、で、あ、に映っているこの、なんかほの暗い雰囲気の部屋、こちらの部屋から脱出するのかなちょっとそこはわかんないんですけども、 まあらすじとかはね、まあ、おいおいゲームをやりながら見ていきましょうもなんかすでにこのさ部屋のこのちょっと生活感あふれる枕がさちょっとこう左右ちょっとずれてたりとか,なんかこういうなんか傾き加減とかさなんか立てかけてるもののなんかすごいドット絵でさ繊細に描かれててかなり惹かれるものがありますよねこれでねぶっちゃけこれ見てあすげえ綺麗だなやろうって思いました早速スタートからやっていきましょう 君がーキに染まりそうオンケに問い詰められた僕に紹介電話をかけた彼は許しても私は許さない僕をトだけは知て現在も目標を続けていますごめんねねね動けますねね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 ね たぶんテレビのニュースのアナウンサーさんの声かなと、男の子の声。一応声は、この、女性の方が当ててたけど、たぶん口調的な男の子の声。となんか別の男の人のなんか、叫び声というか、うろたえる声が聞こえてたね。内容は、アナウンサーさんはたぶんなんか事件。で、男の子は、君の色に染まり、 初めただっけなごめんちょっと詳しく細部まで覚えてないけどたときに君になんか電話を3回かけた僕はうんたらみたいなごめんねちょっとまたこれもしかしたらなんかあるかもしれないけど後々ちょっと覚えておこうでとりあえず喋べっていこうなんか電話のとこなってるけど電話探せばいいのかな恋人は絵を描くことが好きだったお同じかノートが置いてるね 携帯どこだあこれ写真だね。可愛らしいカップルの絵が。これ、これ左、左この人だな。うん。で、おそらくなんですけど、このゲームの説明に書いてあったんですけど、これ多分同性愛者さんのお話なんですよね。なので、さっきの声の男の子なのかな右は。 ちょっととりあえずちょっと携帯探すかああされるあでも何もないわこっち何もないねこっちかあ行いけるあ今の部屋だけじゃないんだあ電話あった大丈夫かいはあ、重低音ボイスが響いたぞああ本当に 残念な事件だったよなんて声をかけてやればいいのかわからなくてもどかしいけどここのところ働き詰めだったろう。しばらくそばにいてやれよああありがとうち耳元で今ガクトさんが喋ってたわ さあえあ、ー、おーちょっともう一回か,かれるんかいあ切れちゃうわ冒頭のボイスにもあったからね電話はなんか重要な後々アイテムになりそうですけどあれなんだれ、ね、今のなんか寝室だけじゃなくてこの人の家なのかな多分ここは写真も飾ってあったしねここを重点的に全部調べていく感じか見ていこう うん、おっダンボールは一応漁あってる感じの音になるんだけど特になんもないなここにいっぱいなんか絵が飾ってあるこれなんか兄弟みたいな絵があるねあこれデッサンとかなんか絵描く美術系の道具だよねなんて言うんだっけこれキャタピラじゃなくて <laughs> キャタピラだよ絶対ないキャタツじゃなくてなんだっけなあなんて言うんだっけこのほらキャンバス置くところ忘れちゃった忘れちゃったからいいや忘れちゃったからまた今度なまた今度遊びに行こうぜ 大学生だよ大学生だけどうん特に開かないねドアも傘があるおおちょっと待ってああ出れるんだえ出れるやん出れるやんゆりやんレトリーバーうわー虫がたがってるちょっと待ってとりあえず道なりにスボーンおお戻ってきたうわ虫がついてきてるやめてくれあ戻れないえ同じ部屋だよね あ、変わってる彼の作る世界、彼の存在に惹かれたもうちょ、っとテンションそのまま引き継いでちょっと高めに読んじゃったけど写真とかに変化はないね特に他に変化見られない彼の作る世界その絵を描くのが好きだった恋人のことだよね、多分ねうん電話は特になしおお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  おーしか言ってねえ。猫さん。おー泣くねえ、元気に。この部屋でそんな元気に泣いていいのかいか静かにしたくなる部屋だけど。なんか、悲願花みたいな花とか、十字架、お墓かな。これもその彼の芸術作品なのかなめっちゃ虫飛んでんなって思ったけど。かわいそうに。 あぁはぁ気づいたドアの縁にゲジゲジが、ゲジゲジって今言う言わないかなやだぁ。やだぁ。触ったりできないんだ。これ何ハエかなこれハエとゲジゲジ。うわぁハエに二人いるよ。あ、出れるわ、また。あ、またいるわ。ま、ゴキちゃんよりマシだな。ゴキちゃんよりはまだマシだわ。あ、戻ってきた。変わらないね。あ、これ全部メニューとかあんのあるわ。セーブロードタイトル。セーブデータ。 あっとかで刻んでくれるのねありがとうよいしょセーブしよっかセーブしました私は朝から晩まで働いたうんこれは多分この男の人の手記的なものだよね手記が手記やかましいわうん他に部屋に変化はないんだなとりあえずここじゅんぐりじゅんぐり めぐっていく感じか電話も変化なし開かなくなってるここ猫さん無事かねあゲジゲジいなくなってるわてかあれなのかなじゃあここのさ周りにいっぱい飾っている絵はさその恋人さんが描いたのかねだとしたらかなりすごいこれとかなんかおおえ猫の恋しさあでも開かないね もしかしてこっち開くようになったお猫さんいらっしゃるのあ、いらっしゃらない。こっちにはいらっしゃるのあ、いらっしゃらないね。ちょっとまた向こうのドア行こうか。おそらく無限ループ的な感じですね。あ、出れる。あ、待っててかさ、これはあ、ここは調べられないんだ。この靴箱的なところの。この上になんか写真みたいなのあるなと思ったんだけど。こっちとかない,ないよね。このアスファルトのさ、 アスファルトじゃな,いな、コンクリートかの階段ってさちょっと怖いよね特に夜とか彼は飼い猫のように私の帰りを待っていたお猫が出てきた多分この彼だと思うんだよなーうん電話はやっぱり応答なしか おここまかないあっあ猫猫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 猫ネコ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 かわいい超かわいいもうこの猫さんが出てきただけでこのゲームやった価値あったわよかった嘘だよもっとすでに面白いからこのゲーム皆さんもぜひやってくださいあ説明欄にダウンロードリンク貼っておきますあっいきなり暗くなったセーブしよう ちょっと引き込まれすぎてセーブを忘れがちだわ俺気をつけようねそんな彼と暮らしていた家で事件が起きたおっこっから事件に踏み込んでいく感じかこの写真ではさ笑ってるのにさ今全く無表情なんだよねやっぱりその事件のせいなのかなうん開かないね 猫さんもいなくなっちゃったないなくなっちゃったね毎、まあ、回この階段歩いてる時は一番虚無だなおっやっぱりまだ暗いな一人の男が彼を殺して去っていったなるほど これが冒頭のニュースの話だ。ここで繋がるわけか。あああゾクっとしたわ今。写真からも消えちゃってるね。あ、猫さんまたいるわ。いらっしゃりまして。いつ頃お戻りになられたんですか。 特に意味もなく3回調べたけどごめんねちょっと待ってうわっあああ彼だったいやいいゲームやってんな <laughs> こういうことあるとあいいホラーゲームやってんないいダスゲームやってんなってなるよねまた暗くなったなその時私は 仕事で家にいなかったあー朝から晩まで働いてるって言ってたもんないやでも自分を責めるのはよくないと思うけど事情知らない俺が言うのもなんだけどさ真っ暗だなもう完全に虫のための家になってるよあっ電話あ,あ電話調べるの忘れてた途中からやっぱりキーアイテムじゃねえか 何,何えー、絶対ストーカーやんおい昔こういう事件あったぞ女の人の家にさ電話してさ「<laughs> ってやつ。なんかの漫画で見た。 オルスバエビチかな彼が死んだなんて信じたくなかったそりゃそうだよないやー苦しいなーこういう追憶系のゲームはさ一緒に苦しくなっていくよねだんだんじわじわ苦しくなっていくんだよあでも一応調べてきます うん、なんもないなうお連続できちゃった俺がかけたやつ切れたの瞬間に来たわはお <laughs> えっなんかちょっと電話の音がちょっとすごい錯誤しちゃった、ごめんね女の人の声かなそれとも彼かな 急な脅かしだけをやめとしいそんなおとしてこらおええあびっええあああびりした動けるんかいあよく見たらうっすらあるなこれ画面だいぶ明るくしないとみれたん気がするけどうわ暗待ってってブしよう暗えでもギリ見えるなもしかしてちょっと編集で明るさ上げてるかも 信じたくないなるほどここまでいっぱい歩かせてこの暗さでも歩けるようにしたんだ電話はちょっと調べない方がいいわ怖いから今あの最初の猫さんが一回いた部屋を調べたけど特になもなしこっちも開かない2個目も開かなかったえっえっ開かないんだけど 待って。やだ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 やばいやばいやばい待って待って待って今すげえ寒くなってる今俺。待って急な脅かしだけはやめてお願いあ、あライ、ライト、つけ、つけれない電話ですか電話、電話ですかちょ、電話、調べられないよ。あれ待っあ、で、あ、ちょ、た、た助けて。助けて あ、赤切れた。あ、ダメだ。うん、あ、待って、赤くない部屋あ、何？ チャンネルガードマンやえぐいってーあいけるわ唯一残されてる道を閉ざされた時の焦りをしすごかったなちょっともし私がそばにいたら彼は生きていたのだろうかあ絵が黒くなってってるあ写真も黒い やだなんか思い出が消えてってる感じがして嫌だな気を強く保ってくれうわ全部真っ黒だ塗りつぶされてるのか消えてるのかあかねえ戻るか扉の中まで暗いねほら ついてる窓までどうしようどうしたらいいんだ何もできないね電話かけてみるかあええ垂れてきてる照れ,れない あ,あ、出れたこっちは垂れてないあ違う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 だが過ぎたことはもう戻らない 部屋の無限ループはこの男の人の心も表してるんじゃないかなずっと苦しみたら抜け出せないせめて彼をもっと愛あ彼をもっと愛して一緒にいることができたらあっ どんどん垂れてきてる悲しみとか憎悪とか憎しみとかそういういろんな感情が多分溢れてきてるのかな愛する人を失う悲しみってのは重いからね彼は私を恨んでいるそんなことないよ お互い愛してたんだからきっとそんなことないよあーまたゲジゲジルはびっくりしたーびっくりしたーあっはあ猫、ね、ようこそ守ってあげられなくて悪かった ごめんよごめんよ、うん、もう虫の巣窟になっちゃったな心が蝕ばまれてるねこれダジャレじゃないですよダジャレですけど <laughs> ダジャレですけどダジャレじゃないですよ 許してくれはっ電気があー電気が消えかかってるあっあっあっ,はっえっ待ってお願いだ 落と待ってああ戻されるなんかまって右上から手みたいなのが許してくれ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 ああ,あ,あ 嘘え、やだー。あ、でもこのゲーム、確かエンディング3種類あるって書いてあったんで、いや、これきっと一番悪いエンディングのはず。いや、だって本当に彼が、恨んでたなんて思えないよね。 だってめちゃなほら仲良さそうじゃんやだよーあっ主人公コナン男電話ニュースキャスターこれあれなのかなその恋人さんの彼がコナンなのかな なんだろうあとあったなんかルートでも一本道だったんだよね最初の音声かなあと電話かけてきた男の人とかもちょっと気になるねあ絵描いてるねいい笑顔じゃないか thank you for playing いやありがとうございました。では、ちょっと他のエンドも回収していきましょう。